本日はですね、犬山橋の方へ来ておりますですね、目の前にこの犬山鵜飼の木曽川鵜飼のですね、上りが出ておりますけども、まだこの9月の時期ですとね、鵜飼がやっておりますですね、岐阜の長良川のね、方でもやっておりますけども、この犬山とかね、岐阜市の関とか、実はこの鵜舟で、鵜舟って言いますかね、鵜を、鵜という鳥を使って、まあ、鮎を取るんですけど、そういった漁をですね、まあ、漁というのも観光でかもしれませんけどね、まあ、やっているわけですね。今、その橋の下を鵜飼舟が登っていきますが、上流に登ってですね、夕方ぐらいからお客さんを乗せて、夜中にですね、かがり火を焚きます。火のところに、集まってきました、鵜ですね、ごめんなさい、鮎を、鵜という鳥なんですけど、まあ、水中に潜ってね、鮎を捕まえるわけですね、鳥を使って、漁をするということです。本当が雨がついてますので、木曽川は濁っておりますね。まあ、名鉄電車がね、来るのを、まあ、待っておるところです。前方、犬山城となりますね。国宝ということです。お城の歴史ってあんまりわかりませんけどね。こうして、犬山橋の入り口ですね。そこの踏切から、今、犬山城を見ておるんですね。左手にですね、犬山遊園という駅があります。それが愛知県側で、そして今この橋ですね、岐阜県側から列車が来ました。川を渡った向こうが岐阜県の鵜沼になりましてですね、名鉄新鵜沼駅、そして JR の鵜沼駅が一緒にあるということですね。犬山橋は100年前にできた橋なんですけども、3つのアーチのうち今ね、一番奥の岐阜県側がまだ塗装が途中ということですね。前方が犬山遊園、その奥に犬山駅となりますね。そしてこのかの有名な犬山橋は、かつては道路と鉄道、まあ、自動車と鉄道ですねが一緒に走っていた橋として有名でして、今線路が曲線になってますけど、その橋に少しスペースがありますね。まあ、これはかつて自動車が一緒に走っていた名残なんです。で、まあなんでこんななったかということなんですけども、なんといっても100年前はね、自動車がほとんどなかった。まずはそこが問題になるわけですね。岐阜県側から列車来ましたけどね、まあ結局100年前はね、まず予算的にその鉄道橋と自動車道、まあ、自動車じゃないですね、まあ、人間用の道が2つね作れるほど、まあ、岐阜県にも愛知県にも予算がなかったということですね。で、まあ、1本にしちゃえということで1つの橋でみんな渡ってたんですけど、まあ、路面電車みたいなやつのね、馬車ぐらいが、まあ、当時は走ってたと思いますが、やはりね、まあ、昭和に入って、まあ、自動車がどんどん増えますと電車とぶつかるというね、まあ、そんなことも起きてきまして、やむを得ずね、平成になりまして、自動車道と電車道が分かれたということですね。本日いい天気になってますけども、この橋の横にあるこのモニュメントですね、私は何かよく分かりませんが、まあ、何らかの記念碑であると思われますね。この
橋の向こう側にも同じようなモニュメントが中央見えるでしょうか。これですね。犬山方面からですね、特急でしょうかね、これね。左手に犬山城、そしてこの木曽川を渡ります道路、これが平成になってできたもので、鉄道橋の犬山橋、先ほどの踏切を渡りました反対側ということになりますね。そしてこのモニュメントですね、私もこれが何かよくわからないですが、この橋の両サイドにあるということで、この橋の形ですね、非常にこの建築としても価値ある美しい橋だという感じがしますね。山方面ですね、そちらの方から来た列車でしたですね。今ね、この橋の踏切の左側にいるんですけども、さっきは右側にいたんですね。やっぱりこの両サイドにかなりスペースがあります。で、線路内立ち入り禁止とあるんですけどね、たまに間違えてここを渡っちゃう人もいるのかなという感じはしますが、入ってはいけないですね。先ほど通過してた電車のような感じしますね。この先の鵜沼駅ですね、ここからは鏡ヶ原線の方へ直通する電車とね、一旦この新鵜沼で休んで折り返してくる電車がありますね。今鵜飼船が登ってきたんですけど、これは多分回送ですかね。お客さん乗ってますか。この辺の奥にね、愛知県の水道を取ってる水源を確か私はこの辺にあったと思うんですが、一回行ったことあります。あとはね、この辺は山なんですけど、この、何だったかな、この山の奥ぐらいに、何だったか、寂聴寺か、なんとか寂寺かなんか知りませんけど、そのお寺があって、そのお墓がいっぱいあるんですね。そんな感じでモンキーセンターがその奥ぐらいかなっていう。かつて、このね、犬山遊園駅からモノレールがね、出ていたということですね。で、今ね、犬山遊園駅に列車が入っていきましたですね。駅自体がカーブしてるんですね。この辺りはね、愛知県でも一大観光地だったんですけど、今ちょっとね、そうでもないかなっていう感じなんですが、いつもここ来ると思うんですけどね、ちょっとこのお店が、カラオケ店ですかね、ちょっと怖い感じの、イメージですね。
と遅れてしまいましたね。あの予想外の方向から来たのでうまく狙えなかったですね。この電車は戻ってくるのかどうかですね。戻るのならもう一回取りたいところなんですが、こんな感じでかつてはねこの道路と橋がね合流している場所がここだったんですね。はい、まあ、そういうことで、ね、ごめんなさい、本日はこの辺りにしたいと思います。どうも失礼します。